皆様こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube 動画見ていただいてありがとうございます。今宮城県の三陸側の中心都市石巻市に来ております。今この元気市場というところでですね、シーフードがっつり買い溜めしてまいりました。この石巻からお届けするテーマはこちらです。ちょっと深刻なテーマになりますが、人口減少する地方で不動産投資は本当にダメなのかという話題を、結構地方の不動産投資している私の視点から語っていきたいと思います。日本の人口とか特に地方においては楽観できるニュースというのは非常に少ないのが現状です。もうすでに日本の人口、2008年から減少局面に入って、去年2023年は、日本国籍者は80万人減っておりますと。当然海外から入ってくる方が20万人ぐらいいてプラスなんですけど、差し引き60万人ぐらいは毎年減っている国です。当然地域差がありまして、東京をはじめ都市圏は横ばい、東京とかの一部は首都圏の一部は増えているみたいな感じなんですけど、地方になればなるほどかなり激しく人口減少していますと。当然少子高齢化というのもあるし、地方になればなるほど、人が出ていきますのでですね、特に若い人たちがということで、どんどん老人の街になっているというのが現状かと思います。でここ宮城県で言っても、宮城県というのは仙台という政令指定都市があります。で基本皆さん東北一円から仙台県に集まってきますので、当然生まれる人数と死ぬ人数を比べると人口は減るんですけど、それを補うぐらいの転入があるため仙台都市圏の人口のみ横ばいという感じなんですけれども、その仙台の都市圏、ベッドタウンとして成り立つのが、せいぜい都心から15キロ圏内ですかね。この石巻も仙台と結ぶ鉄道があるんですけど、仙石線っていうのはですね。ですが、ここ仙台から50キロ離れております。ベッドタウンになれるのは、多賀城とか利府とかぐらいまでですかね。それから先は石巻も含めて激しく人口減少しているという状況です。大抵地方と言われるどの県も同じようなもんだと思います。で、そういう地方でアパマン投資ですね、一時期流行りましたね。今でも流行ってるのかな。10年前ぐらいはですね、地方の高利回り投資っていうのが流行りまして、ものすごく利回り高かったんですよね。ちょっと空室の多いアパート、利回り 20%、30% が当たり前みたいな、そういうものを非常に安く買って再生して、結構その当時に買った方は値上がって売れたりするんですが、今利回りの方もですね、地方といえども下がってしまって、10% そこそことかですね、そんな感じになっておりますし、でそれでお家賃が上がってるわけではないし、あとはいろんなものが高くなります。建築コストとか労賃とかそういうものが高くなっていて、水光熱費とかも含めて収支が圧迫するので、今の利回りで地方で県庁所在地以外の都市で通常のアパマン経営というのは一般論として厳しい状況になってきたと思います。で本当に資産を作りたいのであれば、地方というだけで基本アウトっていうふうに考えていいです。地方の人口が減っていて将来を悲観しているのは地元の人ほどそうですし、地元の金融機関なんかそんな感じなんですね。で私地方が大好きで古民家再生とかしてるんですけど、基本的に私は地域の金融機関と喧嘩ばっかりしてくるぐらい、彼らは先行き悲観しているものです。で銀行が地方ダメだと、東京しかダメだって思っている以上、やっぱり資産作りという意味、不動産投資っていうのは銀行の金を使って他人の金で、できれば東京みたいな値下がらない場所で賃借人というですね、他人の賃料を使ってどんどん返済していくゲームですので、そういうことを考えると資産形成はもう東京一択というか、東京を含む大都市ですね、大阪、名古屋、福岡とか、基本的にそういうゲームになると思います。ですが私はそのことだけ言いたいわけじゃないんですね。人気のある YouTuber が地方の高利回り都市なんかダメだと、
東京一択だみたいなことを言ってて、まあ、彼はまあ資産形成を目指す人向けでやってるのでそれは正しいんですけど、私生き方としてそれだけで終わりたくないです。まあ、当然東京大阪福岡とかそういう大都市で資産投資は普通にやってますけれども、地方の古民家再生とかもやっているし、まあ、いろいろな知恵を絞っていろいろなお友達と力を合わせて寂れてる地方をなんとかしようっていうふうに努力もしております。なので私のその体験から言うとですね、まあ普通に人口減ってきますとどん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 人がいなくなる場所ですが、そういうところで新たなにぎわいを作る事業として不動産買ったりするのは思いっきりありじゃないかなと思います。まあ、私はそれを古民家を買ってゲストハウスにして、まあ、海外の方、都会の方泊まっていただく名物料理を出すとかですね、ドッグランを作ってワンちゃん連れてくる方々のまあ交流場所にするとか、まあ、いろいろなことをやってにぎわいを作ろうとしておりまして、そのにぎわいが作ることによって地方でも事業としてやるのであれば勝ち筋というのはいくらでも見つかるというふうに思います。で、私ですね、これから何をしたいか、もう55年生きてきました。あと、現役としてできるの20年か30年かな。で、私がやりたいのは、ただでさえ衰退して人口が減っていく、その地方、全国の、まあいっぱいありますけれども、そこで、こういう風にやれば、こういう風な条件が揃えば、再生できるよと。家を再生できる、コミュニティを再生できるっていうのを続きレシピって名付けますけど、方法論みたいにしてまとめて、でその私のやる通りにやればかなりの確率で成功するような方法論を作りたいなと思います。で、私が死ぬまでに全国で20以上はその成功事例を作ってというふうに思っておりますと。はい、今回のお話を終わりにします。宮城県石巻からお届けいたしました。それでは失礼します。さようなら。